なんかね、いろいろ小学校で流行ってることとかちょっと聞いてみたかったんだけど、あんまり時間ないけど、大丈夫？下ネタ。ちょっと、なんか流行ってること、じゃあ一人一個ずつぐらいちょっと。物とか、なんかテレビとか。変顔が流行ってるの？あ、じゃあ、はい。何？はい、じゃあ、いくよ。変顔したいのね。したいのね。いくよ。もう一回。はい、せーの。かわいい。かわいい。みんな撮れました。かわいいよね。シャッターチャンスだね。これを、授業の間とか、休み時間にみんなで変顔してるってこと？授業の時間もやんないじゃん。でも、後ろでもいつ、いつやってるの？いつ休み時間とか、うん。鬼ごっこ懐かしいね。なんか流行ってるアニメとかも全然わかんないけど、アニメ今見てる。スポンジボブ。アーティスト。あのなんかアイドルとか。トワイス。スポンジボブ。やっぱりトワイスとかそういうの流行ってる。スポンジボブって何？スポンジボブ。知らない。黄色い。うん。スポンジ。スポンジ？スポンジか何？スポンジボブズボンしてる。今日やる？うん。じゃあちょっと見てみますので、はい。お願いします。わかりました。ありがとうございます。スポンジボール。ちょっと今日勉強になりますね。一つ目私。じゃあ次行きますかね。はい。じゃあちょっと待って、ね、ここまた前失礼します。はい、じゃあ次は、うん、あの実はパフォーマンスグループリーラにオリジナル曲があるんですよ。おお、はい、あの前回一緒にあの出演してもらった早見わたるがですね、あの提供してくださったんです。おお、はい、でこれから実はそのスマイル、うん、あの曲も、はい、題名がスマイルっていう曲を作ってもらったんですけど、うん、あの来月あたりにプロモーション撮影を予定してますので、出来上がったらあの公開したいと思います。楽しみですね。はい、楽しみにしててください、はい、で今日はそのスマイルをあの皆さんに披露してくれます。はい、よろしくお願いします。じゃあ曲紹介お願いします。スマイルです。聞いてください。みんな笑顔。
笑>